2011年の台風のデータ台風の発生数は21個で1951年の統計開始以降では4番目に少ない記録でありまた10月以降の発生数は2個で過去最も少なかった10月以降の発生数が少なかったのはフィリピン東方海上における対流活動が例年よりも不活発であったことが一因である 台風の発生数が少なかったこともあり、日本に接近した台風の数は9個と平年以下であったが、上陸台風は3個と平年並みであった。7月に四国に上陸した台風6号は局地劇人災害に指定されたほか、9月に上陸した台風12号は、紀伊半島を中心に甚大な被害をもたらした。また、同じく9月に、 静岡県に上陸した台風十五号は東日本を縦断して首都圏にも影響を及ぼした。二十万千百一点零三 w ベベン詳細は平成二十三年台風第一号を参照五月六日二十一時に北緯1 1九度、統計百1 2 8二度のフィリピンの東に熱帯低気圧が発生し、翌日二十一時に台風として解析されアジア名。 アイレーと命名された。また、フィリピン大気地球物理天文局はこの台風について、フィリピン名、ベベンと命名した。台風は9日には、ルソン島に上陸し、農業損失額は270万ベイドルに相当する。10日にはフィリピンから離れ、日本に向けて北東方向に進み、12日3時に、九州地方の南東沖で熱帯低気圧に変わった。 その翌日3時には関東の東海上で温帯低気圧となり発達しながらアリューシャン列島方面へ進んだ。この台風でフィリピンでは死者35人、行方不明者2人、13億7000万フィリピンペソの損失を出し、日本でも死者4名の被害を出した。20万 1,102.04W チェデン詳細は平成23年台風。 第2号を参照5月20日3時に北緯8度18分、統計141度36分のカロリン諸島で熱帯低気圧が発生し、翌日21時に台風に発達してアジア名、ソングダーと命名された。命名国はベトナムで、同国北西部にある川の名前に由来する。また、フィリピン大気地球物理天文局はこの台風について、フィリピン名。 チェデンと命名した。台風は25日にかけて非常に強い勢力に発達しながらフィリピン方面へ精神し、26から27日には猛烈な勢力となった。その後衰えつつも29日にかけて南西諸島を襲うように進み、同地域に暴風と大雨をもたらした。29日15時には上陸寸前だったものの四国沖で温帯低気圧となり、 その後、本州南岸を投信し、6月2日15時に消滅した。この台風により、沖縄県では58人が負傷し、損害保険の支払額は過去4番目の規模となる20億円超となり、愛媛県では1人が死亡する被害が出た。20万 1103.05W ドドン6月9日3時に、北緯14度18分。 統計120度18分のフィリピン西部で熱帯低気圧が発生し、同日21時に台風に発達して、アジア名、サリカーと命名された。命名国はカンボジアで、さえずる鳥を意味する。また、フィリピン大気地球物理天文局はこの台風について、フィリピン名、ドドンと命名した。台風は、その後中国へ北上し、11日9時には、 同国スワト市シに上陸。同日15時に熱帯低気圧となり、同日21時には消滅した。この台風により、中国では23人が死亡し、10人が行方不明となり、被害額は2億4800万ドルに上った。20万 1104.06WNA6 月17日3時に、フィリピンの東で熱帯低気圧が発生し、発生から4日。 半以上経過した21日21時に、南シナ海で台風へと発達したため、アジア名、ハイマーと命名された。また、フィリピン大気地球物理天文局はこの台風について、フィリピン名、エゲーと命名した。台風は23日11時10分頃に、関東省に上陸し、同日17時50分に、道省呉川市に再上陸した。 その後、25日3時に、ベトナムで熱帯低気圧となり、26日に消滅した。この台風により、ベトナムでは、ハイホン市などの北部を中心に、9人の死者、行方不明者と300人近い負傷者を出した。20万 1105.07W ファルコン詳細は、平成23年台風第5号を、参照6月21日3時に、 フィリピンの東で熱帯低気圧が発生し、22日9時に台風に発達してアジア名メアリーと命名された。また、フィリピン大気地球物理天文局はこの台風についてフィリピン名ファルコンと命名した。22日21時には大型の台風となり、25日にかけて先島諸島に向かって北上、 最盛期の気圧975ヘクトパスカルの状態で接近した。結果、沖縄県で一人が負傷し、農業では佐藤キビを中心に1億1853万円の被害を出した。先島諸島を抜けると、朝鮮半島に向かって北上を続け、27日15時に北朝鮮付近の海域で温帯低気圧となり、同日21時に消滅した。 韓国では9人の死者、3人の行方不明者を出し、北朝鮮でも死者はいたものの、詳しい情報は明かされなかった。201106.08W 遺伝詳細は、平成23年台風第6号を参照7月11日21時に、ウェイク島付近で熱帯低気圧が発生し、12日9時に台風になったため、アジア名、マーゴンと命名された。 また、フィリピン大気地球物理天文局はこの台風について、フィリピン名、イネンと命名した。16日にかけて発達しながら等身し、13日21時には大型に、14日9時には強い大型の台風に、15日21時には超大型で非常に強い台風となった。その後、北西寄りに進み、四国に向かって北上し、 19日23時に大型で強い勢力を保ったまま徳島県南部に上陸した。その後、20日10時前に和歌山県の潮の岬を通過し、22日にかけて南下して再び北上すると、24日15時に三陸沖で温帯低気圧となり、31日に消滅した。なお、後日の台風7号の乱にもあるように、 台風7号との藤原効果も起きている。この台風で、三重県と高知県で死者2人、奈良県で一人行方不明となる被害を出し、8月12日の閣議では、平成23年7月17日から同月20日までの間の暴風による高知県秋市等の区域にかかる災害として、局地激人災害に指定された。20万1 1 7 0 9ワット、 ハンナフィリピンの東海上で発生した熱帯低気圧は一時ゆっくりと精神し7月15日正午に台風に昇格したためアジア名トカゲと命名したまたフィリピン大気地球物理天文局はこの台風についてフィリピン名ハンナと命名されたしかしこの台風はその直後に接近してきた台風6号に吸い寄せられるように東に進路を変え 台風6号に吸収されて同化した。この動きは、藤原の効果によるものとみられ、勢力の弱い台風7号が、より強い台風6号に取り込まれる形となった。20万1108.10ワット不安に詳細は、平成23年台風第8号を参照7月25日3時に、フィリピンの東で熱帯低気圧が発生し、 26日9時に台風となってアジア名ノックテンと命名された。フィリピン大気地球物理天文局はこの台風についてフィリピン名フアニンと命名している。台風はの27日にフィリピンのルソン島に上陸し、同日の21時に抜け、29日に海南省を通過30日にベトナムに再上陸した。その後、 31日9時にタイトラオスの国境付近で熱帯低気圧となり、同日15時に消滅した。この台風でフィリピンでは75人が死亡し、台風が通ったベトナムなどを合わせると死者の総計は100人を超えた。20万 1109.11W カバヤン詳細は、平成23年台風第9号参照7月27日9時に北緯10度、 統計142度のカロリン諸島で熱帯低気圧が発生し、28日15時に台風に発達してアジア名、ムイファーと命名された。また、フィリピン大気地球物理天文局はこの台風についてフィリピン名、カバイアンと命名した。台風は発達しながら、ゆっくりとした速度で沖縄地方へ北上し、30日9時に強い台風に、 同日21時に非常に強い台風に8月3日には大型で非常に強い台風となり沖縄地方には8月5日から6日にかけて再接近したその後台風は衰えながらも北上を続け9日にかけて朝鮮半島に再接近した9日9時には中国で熱帯低気圧となり同日21時に 温帯低気圧に変わった。沖縄県では台風がゆっくりとした速度で進んでいたこともあり、影響が長引き、8人の重症者含む42人が負傷し、農業面では6億6273万円の被害を被った。また、韓国では4人が死亡し、北朝鮮でも100ト以上が破壊され10人を超える死者、負傷者を出した。また、 フィリピンでも4人が死亡している。20万 1110.12W8 月3日3時に、ウェーク島で熱帯低気圧が発生し、同日15時に台風に発達したため、アジア名、マールボックと命名された。台風はゆっくりとした速度で西に進み、980ヘクトパスカルにまで気圧が低下したものの、その後北に方向を転じ、次第に低くなる。 海面温度により衰え、温帯低気圧の性質を帯び始め、10日3時には温帯低気圧となり、12日15時に消滅した。201111.14W みな詳細は、平成23年台風第11号を、参照8月21日21時に、パラオの北部の海域で熱帯低気圧が発生し、2日後の23日21時に、 台風に発達したため、アジア名、ナンマドルと命名された。また、フィリピン大気地球物理天文局はこの台風について、フィリピン名、ミナと命名した。25日から26日にかけて、急激に発達し、25日9時に強い台風、26日3時に非常に強い台風となった。そして十七日に、 フィリピン北部を通過し、29日に台湾台東圏に上陸し、31日9時に熱帯低気圧に変わり、9月1日に消滅した。この台風により、フィリピンでは2人の漁師が行方不明となった。20万 1112.15W 詳細は、平成23年台風第12号を、参照8月24日3時に、 マリアナ諸島の西で熱帯低気圧が発生し、25日9時に台風に発達したため、アジア名、タラスと命名された。この時、すでに大型の台風となっている。台風は日本に向けて発達しながら北上し、9月3日10時には大型の勢力を保ったまま、高知県東部に上陸し、同日18時に岡山県南部に再上陸した。上陸して、 海に抜けた後、5日15時に、日本海中部で温帯低気圧となり、7日に消滅した。台風は遅い速度で進んでいたこともあり、大雨の影響が長引き、奈良県上北山村で走行水量1800ミリを超えたのをはじめ、三重県や和歌山県では売り始めからの雨量が1000ミリを超えたところがあり、観測史上1位の値を更新した地点も多かった。 笹ヶ瀬川、足森川など、山河川で氾濫が発生し、農業面でも1453億円を超える被害となった。土砂災害、浸水害ともに顕著であった。この台風は、平成23年8月29日から9月7日までの間の暴風及び豪雨による災害について、激甚災害に指定された。この台風により83人が死亡。 15人が行方不明、浸水家屋は2万2千棟を超える規模の災害となった。20万1113.16ワット9月2日9時に南鳥島近海で熱帯低気圧が発生し、3日21時に台風に発達したためアジア名、ノルーと命名された。台風は日本のはるか東を北上し、次第に温帯低気圧の性質を帯び、 台風として大きな影響を与えることなく、6日21時に日本のはるか東で温帯低気圧に変わった。温帯低気圧となった後は、サハリンに向けて北西に進み、気象庁の監視域外に達した。20万 1114.17W のの1月6日15時にフィリピンの東海上で熱帯低気圧が発生し、7日くじに 日本の南海上で台風に昇格したため、アジア名、クラーと命名された。また、フィリピン大気地球物理天文局はこの台風について、フィリピン名、ノノイと命名した。しかし、台風になっても最低気圧が1000ヘクトパスカルと、あまり発達せず、こ日くじには、トカラ列島付近で、熱帯低気圧に勢力を弱め、11日15時に熱帯低気圧が、 朝鮮半島で、周雨前線の一部となって、天気図上から消滅した。台風の影響で、折滝線は9日、鹿児島市と薬島を結ぶ便を欠航としたほか、鹿児島県と島村は、鹿児島市と奄美大島を結ぶ便を翌日に、順延した。先の台風12号によって、甚大な被害を受けた和歌山県と奈良県では、 この台風からの湿った空気によって、再び大気の状態が不安定となり、天然ダム湖が決壊する恐れが高まった。沖縄県西原町では11日、台風の接近に伴って、不発弾処理作業が中止となった。20万 1115.18W をにょく、詳細は、平成23年台風第15号を、参照9月9日21時に、 マリアナ諸島で熱帯低気圧が発生し、その90時間後の13日15時に台風に昇格したため、アジア名、ローキーと命名された。また、フィリピン大気地球物理天文局はこの台風について、フィリピン名、オニョクと命名した。台風になってからは15日にかけて闘進し、その後は19日にかけて大東東地方をぐるりと一周するように回った。 19日18時に大型の台風となり、同日21時に大型で強い台風に発達し、20日21時にはさらに発達して大型で非常に強い台風となった。陸地に近づくにつれ気圧は上がっていくものの、21日14時に静岡県浜松市付近に上陸した時でさえ950ヘクトパスカルの大型で強い勢力を維持していた。東日本に上陸。 通過した台風としてはこの勢力は2004年の台風22号以来で、その後台風は北東に進み、22日の未明に太平洋に抜け、同日15時に千島列島沖で温帯低気圧に変わった。宮崎県などの九州、四国では総降水量が1000ミリを超えたところがあり、また上陸時も950ヘクトパスカルを維持していた。 こともあり、東京都江戸川区などでは猛烈な風を観測した。10月14日の閣議にて、平成23年9月15日から9月23日までの間の暴風及び豪雨による災害について、激甚災害に指定された。この台風により、死者18人、行方不明者1人、浸水家屋は7800棟を超え、2011年の台風としては、 台風21号、台風12号に次ぐ規模の災害となった。20万1116.19ワット9月14日21時に、ウェーク島で熱帯低気圧が発生し、15日15時に台風に発達したため、アジア名、ソンカーと命名された。台風は小笠原諸島に接近したものの、それほど大きな被害は出ておらず、太平洋高気圧の縁を沿うように進み、 20日21時に温帯低気圧に変わり、21日に気象庁の監視域外に達した。20万1117.20ワット、ペトリング詳細は、平成23年台風第17号を参照9月23日9時にパラオ諸島の北部で熱帯低気圧が発生し、24日9時に台風に発達したため、アジア名、ネサットと命名された。また、 フィリピン大気地球物理天文局はこの台風について、フィリピン名、ペドリングと命名した。台風はフィリピンに向かいながら発達し、26日9時に強い台風に、27日3時に大型の強い台風に発達した。27日の明け方に大型で強い勢力を維持したママルソン島に上陸し、29日の昼過ぎには、 強い勢力を維持したママ海南省を横切り、30日昼過ぎにベトナムに上陸し、10月1日3時に熱帯低気圧となり、同日9時に消滅した。この台風で少なくともフィリピンでは35人が死亡し、45人が行方不明となった。 20万 1118.21W ハイタン9月24日9時に、セイ諸島付近の南シナ海で熱帯低気圧が発生し、25日9時に台風に発達したため、アジア名、ハイタンと命名された。27日3時に、ベトナムに上陸する直前のところで、熱帯低気圧となり、その後、ドゥアティアンフエショーに上陸して、数時間しないうちに消滅した。 20万 1119.22W9EL9 月26日21時にフィリピンの東で熱帯低気圧が発生し28日3時に台風に発達したためアジア名、ナルガイと命名された。またフィリピン大気地球物理天文局はこの台風についてフィリピン名、9EL と命名した。発達しながらフィリピンに向かって西に進み、 29日15時に強い台風に30日15時には非常に強い台風となった10月1日の昼前に非常に強い勢力でルソン島に上陸し4日に海南省を横切りベトナムに上陸する直前の5日3時に熱帯低気圧となり6日3時に消滅した二十万百二十点二三 w ラモン月日時にパラオ諸島で 熱帯低気圧が発生し、11日3時に台風に発達したためアジア名、バンヤンと命名された。また、フィリピン大気地球物理天文局はこの台風について、フィリピン名、ラモンと命名した。しかし、台風になっても最低気圧が1000ヘクトパスカルと、あまり発達せず、 12時間後の11日15時に熱帯低気圧となり、熱帯低気圧になって、フィリピン中部の島所群を横切り、14日21時に南シナ海で消滅した。なお、1年に最低気圧が1000ヘクトパスカル以上となる。台風はこれで3個目となるが、これは1988年以来23年ぶりのことである。20万1 2 1 2 7 w 詳細は、平成23年台風第21号を参照12月13日にカロリン諸島で熱帯低気圧が発生し、15日15時に台風に発達したため、アジア名、ワシと命名された。命名国は日本でワシ座を意味する。なお、フィリピン大気地球物理天文局はこの台風について、フィリピン名、センドンと命名している。 台風は西に進み、台風に昇格して間もない16日16時に、フィリピン南部のミンダナオ島北東部に上陸し、同日22時頃にミンダナオ島中央部のバライバライ市に入り、17日早朝にかけて道東を横断。スールー海に抜けて18日4時にパラアン島に再上陸した。その後19日9時に南沙諸島付近の南シナ海で熱帯低気圧に変わり、 同日15時に消滅した。順番はアジア名、ダムレイが1とされている。またフィリピン名は熱帯低気圧がフィリピン大気地球物理天文局の監視エリアに入った時に命名されるものである。パガサの熱帯低気圧監視エリア詳細は台風台風の命名を参照熱帯低気圧番号がない場合も 熱帯低気圧前段階の低気圧番号がある。ものは掲載。また、気象庁は台風への発達が予想される。熱帯低気圧には、熱帯低気圧 A のようにアルファベットを付与する。1月18日において、アリューシャン低気圧が、温帯低気圧として932ヘクトパスカルにまで発達し、強い冬型気圧配置となって、太平洋側の一部も含めて、 大雪となった。2月24日にはフィリピン南東海上で低圧部が発生し、1四4ヘクトパスカルまで発達したが、本年最初の熱帯低気圧には発達しなかった。年が明けて2012年1月13日から14日にも 91W が熱帯低気圧に発達し、実質2011年台風シーズン最後の熱帯低気圧となった。ありがとうございます。